はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。もうね5時半回って、今日ねお客さんがいらっしゃってですね、こうダラダラと、ダラダラじゃないですけどね、私が余計な話をいっぱいしてましてですね、3時間取ってしまったよという感じですね。2時にいらっしゃって5時過ぎまでですね、いていただいてですね、まあ最初の1時間ちょいぐらいの話終わるんですけど、その後ずっと世間話をしてました。はい、行きましょう。これはハンギョレでございまして、昨日の朝の3時33分ですね。こんな記事でございます。韓国国民の 85% 日本の汚染水放出反対 72% 水産物消費減らすと。はい、ちょっと言いましょう。日本政府が推進している福島第一原発の汚染水の海洋放出について、韓国の国民の10人に8人以上が反対していることが分かった。汚染水が海洋放出されれば、水産物の消費を減らすとする回答も 72.3% に達するなど、漁業者をはじめとする水産業界への被害が予想される。環境運動連合が25日に発表したおにゃおにゃですね。思い出すのはですね、もう10年ちゃうわ、2008年9年と言いますから、もうでも10年以上前ですね。狂牛病騒ぎというのがございます。アメリカの牛にですね狂牛病が発生したと。これ何年やったかな、ちょっと調べますね。狂牛病騒動というのが起こりましたね。これはアメリカね、牛に狂牛病が発生したという話です。2008年ですかね。ろうそくデモが行われたんですね、2008年。あ、ろうそくデモってここから始まったんか。米国産牛肉輸入再開反対ですね。反イ・ミョンパクでですね、だからこの時も左翼やったんですね。でアメリカの恐竜が発生したっていうんで、それをですね、反対輸入すんなと言って、ですね、もう気違いのようにですね、デモが発生してですね、暴れ回ったという状況になりました。2008年、今15年ぐらい前ですかね。もうそんな昔になるんですね。アメリカから輸入ね、輸入反対って別に輸入反対してもいいんですけど、あんたらスーパーで買わへんかったらいいだけやろと。レストランで使わへんかったらいいだけやろと。それをですね、もうこの世が終わるみたいに大騒ぎこいだわけですね。まあそれとよく似てるといえば似てるわけです。あの時はですね、韓国人は狂牛病になりやすいというのはデマが取れました。そのデマに踊らされてですね、大騒ぎになったわけですね。で今回のですね、福島処理水もですね、まあこれデマみたいなもんですよね。会談っていうらしいですけど、予定会談の会談ですね。まあ要は嘘の話、嘘話がバッと広まってると。もう福島の処理水をですね放出するとですね、お隣さんの水産物が汚染されるという、どう考えてもですね、理屈で考えたらですね、全くついつまが合わないわけですね。太平洋に放流した水はですね、ぐるっと地球を一周しないとですね、お隣さんの近辺には行かないはずなんですね、海流の加減で。それもですね、まあおそらく1年2年かかるんじゃないですかね。だからほとんど関係ないわけですよ。むしろてめえらの原発が出してる方がですね、関係あるんですけど、だから科学的に考えればですね、サイエンスの面ではですね、ほとんど影響ないって、ほとんど言ってもう全くと言っていいでしょうね。影響なく、むしろ自分たちの足元で流してる汚染水の方が自分らの漁業に影響あるんですけど、そういった科学的なことをですね、一切置いといてですね、これは大変なんや、あかんなんやと置いといてなのか、知らずにか、分かっててではないと思うんですね。多分理解せずにですね、あかーんつって燃え上がってるわけですよ。でそれがですね、反対してる人が 85% と
いうことはですね、要はお隣さんの中でですね、科学を信奉しないというか、科学に基づかないことにでもですね、ギャーギャー騒ぐという人のですね、潜在比率が 85% あるということでございましてですね、まあ言うてみりゃですね、物事を考えられない人の割合と同じではないかと。まあ別の言い方をすればですね、おバカということになりますね、が 85% いるんちゃうかというのがこの数字なんですね。で、このハンギョレというですね、ちょっと左翼系のメディアはですね、 85% も反対してんやと、こんなことを政府は容認するんかと、まあそういう姿勢なわけでございます。これも非常に科学的根拠に欠けるわけなんですけど、ハンギョレの編集の人が分かってるのかどうか分かりませんけど、まあとりあえずね、国民が騒いでくれた方がですね、左翼系の人たちにとってはですね、有利といえば有利ですね。現政権に対する反対と同じですからね。なんで煽りに煽ってるという感じです。その大人派メディアって、そのこういうことを煽るということに関してはですね、やっぱりちょっと意識が低いのかなと。日本のメディアはね、こう本当にないことをやや騒いでですね、後で暴かれるとですね、あそこあかんでというふうになってですね、どんどん信頼が落ちますよね。まあ、朝日新聞なんかその典型でして、20年か30年前に慰安婦問題を煽りに煽ってですね、それが結局嘘やったということがバレてですね、後でですね、あれは嘘でしたということを言うた途端にですね、部数がガクッと減ってですね、今やですね、もう、なんて言いますか、こう、メディアとしての存立基盤まで危うくなっているという状態に追い込まれていますけども、お隣さんはですね、間違ったことを報道してもですね、下手にこう、国民を煽ってもですね、それに対してですね、咎め立てを受けるということはないですね。法律上の咎め立てもなければですね、世論の咎めもあります。だからもうやるだけやって、やれやれ、いけいけ、どんどんやという感じで国民を煽って、間違ったニュースでもですね、垂れ流して全く平気というのがお隣さんでございます。えらいことでございます。まあしかしね、ただね、前から言ってます通り、いまいち盛り上がりに欠けてるんですよね。狂牛病騒ぎの時やですね、4年前のですね、ノージャパン運動に比べるとですね、いまいち盛り上がらんな、この話はと。次はですね、本当に放流をする7月あたり、に盛り上がる可能性があるんですけども、今のところですね、こうやってハンギョレがですね、慌て、煽りに煽ってもですね、という感じですね。でもアンケートを取ると 85% が反対ということでございます。反対するんやったらね、街に出ましょうよ。街に出てね、ろうそく持ってね、ギャーギャー騒ぎましょうよ。お前らーって言って、こんなもん許したらあかーんって言ってですね、ギャーギャー騒げばですね、野党は喜ぶわけでしてですね、イ・ジェミョンさんは、よっしゃ、もっと行けって、政府を倒せって、弾劾やというふうになっていくんではないかなと。まあ、それをですね、野党は望んでいるはずなんですけどね、まあ、笛吹けど、いまだあんまり踊っていないというのが現状でございまして、もうちょっと頑張らなあかんやろという感じですね。で、これで水産物のね、購入控えるなんていう、アンケート結果が出てますけど、実際に減りません。減りません。お隣さんってね、同調圧力の強い国なんで、そういうアンケートが回ってきたらですね、自然とですね、みんながそっちに丸つけるであろうというところの方に自分も丸つけるんですよ。そういう国民性なんですね。なんで、実際よりも高い数値が出ていますけども、多分放流された後もですね、今の程度の騒ぎであればですね、水産物の、あれが減るとは思いません。一瞬だけちょっと減るかもしれませんけど、またもう2、3ヶ月経ては元に戻るわけですね。まあ、漁業関係者にとってはですね、もうちょろっと減るというのだけでもですね、そんなん許せへんというかもわかりません。それやったら頑張り、もっと頑張り、外出て頑張り、外出てギャーギャー騒ぎということですね。はい。
ということでございまして、このハンギョレですね、アドレスを貼っておきますんでですね、今最初のところちょろっと言いましたけども確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。